シラヤミヒひしらミは、ネパールの女性政治家、革命家。プラチャンダ内閣の観光、民間航空大臣。ネパール共産党、毛沢東主義派政治局員。夫は、現在、同国首相を務めている、バーブラームバッタライ。別名、パルバティー。全革命的全国女性連盟会長。政権議会議員。ネワール族出身。カトマンズの生まれ。 1982年、インド・デリーの設計建築学校を卒業し、イギリスで修士号を取得している。この間、インドで学生運動を始め、1981年には全員ネパール学生組合書記長を務めている。1990年の民主化運動の時期、闇は抵抗運動の指導的女性の中で最も注目を集め、今年の女性にも選ばれた。 同年には逮捕、投獄もされている。その後、地下に先行し、政府とマオイストが平和交渉を進めていた2003年6月16日、久しぶりに、公の場に姿を現した。2005年をはじめ、バーブラアームバッタライラと同時に、党指導部から降格させられたが、6月、政治局に復帰した。2007年4月1日、公共事業計画。 労働大臣として、ネパール暫定政府に加わった。2007年9月から12月にかけてのケハの政府に、対するボイコットに続いて、12月31日、再び公共事業計画大臣に就任した。2008年4月10日、政権議会選挙では、カトマンズ第7選挙区から立候補し、当選している。2008年8月31日、 プラチャンダ内閣の官公、民間航空大臣に就任。マルクス主義、もう拓殖主義に立脚した求心的なフェミニズム、理論家である。h t t p n e p a l r e v i e w s p a c e s l i v e c o m スラッシュブログスラッシュ cns3e4d69 回 91c3579d6643 エントリー。 ありがとうございます。